奈良高専の縄跳びロボットジャンペン奥に映るのは縄回しロボットジャンペンとは奈良工業高等専門学校の奈良高専ロボコンプロジェクトが制作したペンギン型のロボットであるアイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテスト2013シャルウィージャンプに出場し全国大会で準優勝した異名として春殺ペンギン 青い悪魔など、高専ロボコン2013、シャルウィージャンプに出場するため、奈良高専 A チームにより制作された。全国優勝を目標として制作され、地区大会で優勝、全国大会では準優勝の結果を残した。地区大会での最多ジャンプ回数、全国大会での最速クリアタイム、最多ジャンプ回数の記録を持つ。大会終了後も、 北米高専ロボットツアー、ニコニコ超会議、その他実演イベントに出演している。2013年10月13日に開催された、高専ロボコン2013、シャルウィージャンプ、近畿地区大会に出場。準決勝にて、和歌山高専 B チームと対戦した際、競技中に連続ジャンプ107回を記録した。これは本大会の全地区における最多回数となった。 決勝では同じく勝ち進んだ土を B チームと対戦して勝利し、地区大会優勝を果たした。また、地区大会優勝により、自動的に全国大会への出場権を手にした。2013年11月24日に開催された、高専ロボコン2013、シャルウィージャンプ全国大会に出場。1回戦にて、福島高専と対戦した際、 5回ジャンプまでのクリアタイム20秒を記録した。これは出場した全ロボットにおける最速タイムとなった。また、準決勝にて、米子高専と対戦した際、連続ジャンプ回数155回を記録した。これは出場した全ロボットにおける最多ジャンプ数となった。これらの記録型高専の記録を大幅に上回るものとなったことが、 春殺ペンギンなどの異名がつけられるきっかけとなった。全国優勝が期待されていたが、決勝では、センサトラブルにより敗北し、準優勝に終わった。2014年4月26日から5月9日にかけて実施された北米高専ロボットツアーに、小山高専、フレンドルフィンと共に参加。コロンビア大学、マサチューセッツ工科大学などの北米の大学を、巡業し、 ロボットのデモンストレーションを行った。2017年4月29日30日に開催されたニコニコ超会議2017における超ロボコンステージに参加。2日間にわたりロボットのデモンストレーション及び展示を行った。30日のステージで俳優相川翔がロボットの操縦体験を行う際、本機が用いられた。また企画の一つとして、 小山高専、ケロミさん、大分高専、戸部、ライオンくん、と共に、ギネス世界記録に挑戦。1分間に最も多く、ロボットが縄跳びを飛んだ回数106回で、ギネス世界記録に認定された。ありがとうございます。